えー、皆さんこんにちは、えー、塾長伊藤誠です、えー、受験生の皆さんへのメッセージ第73弾ですねもう73回目になるんですね、えーまあ、昨年からあ、まあ、コロナが明けたらこれ終えられるかなと思ってここまで来てまだまだちょっと、うん、先見通せないそんな状況です、えー、しっかり、えー、毎日 まあ、いろいろ気を使いながら大変だと思うんですがでも私たちはあこの試験に向けてそして合格後に向けてやるべきことありますからしっかり頑張っていきましょう。 前回のところではハノイのホイさんちょっとご紹介をさせていただきました、えーまあ、いろいろとお声もいただいて、えー、ぜひ皆さんにもね、えー、本当に渋谷近辺に来た時には利用していただければなそしてまたコロナが明けたならばディナーもありますしまた本当においしいお酒も出ますのでぜひご利用いただければなと思っています またコロナが明けたところで、ね、講師の皆さんたちと一緒にこう食事をしながらとか食リポみたいなものをぜひやりたいと思っているんですね私がまたハンディガムを持って、えーね、こう感想を皆さんに聞いて回るみたいなそんなのもやってみたいなと思っていますが、えー、まあもうちょっとしばらく待っていただかなければなというふうふには思いますさて、ちょっと話題変わるんですけれどもうん宮本から君へ」という映画があります。 まあその映画に対して、まあ、助成金が出る内定があったんですがそれが取り消されてしまいましたそれはおかしいじゃないかということで、まあ、今、裁判をしている前に何回かご紹介をしたかなと思うんですがその宮本から君への事件助成金の不交付,不交付訴訟、まあ、それの取り消しの訴訟なんですけれどもそれの判決がやっと期日が決まりました。 6月21日の15時から東京地裁で判決ということに決まったんですね、もう本当に半年ぐらい、いつ最終弁論を終えてもう次はあと判決ですという時に判決の期日の言い渡しは追って通知しますということだったんですが、本当に随分伸びてしまいました、やっと判決ということですが。 まあ、勝てるんじゃないかとこれも思ってはいるんですけどね、えー、いつもお話をするようにもう裁判というのはその裁判官のポーカーフェイスというのは本当によく分からないんですねですから、まあ、いい判決をぜひ出してもらいたいというふうには思っているんですけれどもう,ん、まあ、どういう結果になるかまた、あの後のあとのところでご報告をしたいと思っています。えーまあ、これは結構 文化関係芸術関係の皆さんたち関心を持っていただいているものですからメディアの皆さんたちも独立系のさまざまなメディアの皆さんたちも、まあ、報道していただけるんじゃないかなと思っています、まあ、そういう意味では墓定席結構いっぱいになってしまうんじゃないかと、まあ、抽選になるかどうか分かりませんけれども、ねえーまあそんな重要な事件だと思っています「宮本から君へ」という、まあ、こんな映画なんですね。 えーまあ、この映画の中身そのものについては、えーまあ、これは賛否両論あるかもしれませんですがあ結構いろんな,いうかな、まあ、賞を取って、えー、その道のプロの皆さんたちからは高い評価を得ているそんな映画なんですね。うんで、まあ、この映画でピアール・タキさんという方が薬物使用して有罪、えー、になりましたという。 ことを理由に、まあこれはダメだと助成金に出さないぞ、まあここも何て言いますかねその世間の風潮だとかあその世の中の空気だとか風のようなものそんなものをちょっと考慮しながらそれで公益というものを判断してしまっている。えー、本当に 国の側、政府の側が行動する時の基準というものが一体何なのかあ特にこういう芸術に対しての女性ということを通じて、まあ、これは憲法の表現の自由だとか文化芸術の自由そういうところにも関わってくる本当に重要な問題だろうなと思っているんですが。 機会があれば、えー、見ていただけたらなもう今は、まあ、いろんな媒体で見ることもできるかなと思いますでこの映画、えー、作っている会社まあスタンサンズというところですが、えー、この、えー、河村社長が作られてで、えー、この、えー、河村社長の、えー、作品として、まあ、大体同じ頃ではあったんですが、えー、こんな新聞記者 ムダ、まあ、さんはあのプロデューサーなんですけどねで今、原告となってこのスター・サンズという会社先ほどの裁判戦っている最中ではあるのですがで同じ頃、こんな新聞記者という、まあ、これも一時期有名になった社会派の映画と言っていいだろうなと思います。 えーまあ、その新聞記者ジャーナリズムというのは一体どういうものなのかいろいろ考えさせる実際に、えーまあ、あった日本でのさまざまな授業それをちょっと、えー まあ、連想させるようなものでもあるんですけどねこの新聞記者に関しては記者たちという映画前に紹介したことがあったかなと思いますアメリカのイラク戦争のところでその政府の側の情報ばかりを流すそうではなくきちっと、ね、取材をして事実を突きつけるそういう本当にジャーナリズムとは一体どういうものなんだろうということを考えさせる問題、まあ、映画があったかと思うんですけれども。 まあそれと同じように日本でもこの新聞記者の役割、ジャーナリズムの役割、それも考えさせられますしまた一方では官僚、公務員の仕事ということも本当に考えさせられるような映画かなと思います、まあ、そのスタンサンズ・つながりでこんなのをちょっと紹介をいたしましたで映画というところでは えー、今,今、映画というかなその差別だとか LGBT だとかあ自民党の議員の発言に対して、うん、どうなんだといろいろな声も上がってきている、なぜ差別と、まあ、前回も、ねえー、前にお話をしましたがなぜ差別と、えー、いうことを法案の中に書いてはいけないのかちょっと意味がよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもまだまだ日本はそういった差別のようなものが。 まあ根強くいろんな場面のところで残っているそういうま国だと言えるのかもしれませんそんな差別の問題だとかをちょっと考えてみるそんなこ,れこの映画もそれの一つのきっかけになるかなと思います。まあ性の禁止ストロフィー という病気の方なんですけれどもそんな方が1人暮らし車椅子というかなそれで普通はさまざまな人の介護が必要になるところですしいろんなサポートが必要ですですがあえて1人暮らしをされているこういう障害を持った皆さんたちに対してどう向き合うのかということこれも障害者との関わり方ということも前にお話をしました。 前に伊瀬名さん伊瀬名夏子さんの車椅子で旅行をしたいというねその時の JR の対応の仕方に対しての問題がありましたよねいまだに心ない誹謗中傷といいますかねいろんなことがあるみたいですですから日本でその福祉の問題だとか障害者の問題だとかそういった問題についても うん、どういうスタンスで考えるのかこれも、ね、何度もお話をしていますけれども社会がいわばそういう障害の問題を作り出してしまっているのではないかミスター・アベレージがいわば、ね、ミスター・アベレージにとって、ね、生活しやすいそういう社会を作って、えー、そして、弾き出してしまっている。 そこをそもそもやめるべきなんじゃないのか、そしてまたさまざまな障害を持っている方などが声を上げること、それをわがままだとか何か自分勝手じゃないかというそういう形で見ていくんじゃない、えー、たまたまその個人の不幸の問題でお気の毒にというので手を差し伸べる、そういう発想じゃないだろうということですね。むしろ社会が そういった暮らしにくい、いろんな障害を持った方々が暮らしにくい、そういう社会を作っているんじゃないかと、まあ、そんなことも含めながらいろんなこの障害の問題だとか差別の問題だとかを考える、そういうきっかけになるまあ映画の一つかなというふうに思っています。でそういうういい意味ででは差別の問題ということこ考えたら まあこれはやはやり在日の皆さんたちヘイトスピーチですとか在日コリアンの皆さんたちとの関わりでこれは前にパッチギというね映画がありましたがそのパッチギも本当にいろいろ考えさせられる映画ではあるのですがこんな焼肉ドラゴン映画がありますでこの焼肉ドラゴンこれもね在日コリアンの方を対象にしたものではあるのですが どううでしょうね、えーまあ、私などは、うん、日本生まれの日本育ちなものですからなかなかこのマイノリティ、えー、国籍だとか場合によっては人種だとかそういったところのマイノリティというものを日本で生活するとなかなか感じにくい問題ではあるのですけれども、えーまあ、本当に短い2年ばかりであったんですがあ子供の頃ドイツで生活したことがありました。えー、するとそこでは私日本人 なマイノリティになるんですねそのドイツの中でマイノリティとなって、まあ、当時ドイツはトルコから移民をこう、ね、受け入れるそういう時でしたからそのトルコ人の皆さんたちに対する差別そして私も、えー、まあ心ないというかな厳しい言葉を浴びせかけられたこともありましたアジア人だということで、まあ、日本人というよりもむしろアジア人ということでいろいろと まあ明確な差別というわけじゃないですけども嫌な思いをしたこともあったりしましたですから日本にいると私などはも,もちろん多数派で生活ができているわけですしかしその私日本人でも場所さえ変わればマイノリティとしていわば差別を受けたりだとかヘイトスピーチに近いようなことを言われたりしてしまうそういう場合があるわけですよねもちろんアメリカなどでもヨーロッパでもそうかもしれませんがアメリカなどでも アジア系に対する、えー、ハイトクライムということが少し前から問題になっているじゃないですか、うん、このコロナの影響でそれが、えー、表にこう出てきたでそれで、えー、アジア系というところで暴力振るわれたりとかあヘイトクライムヘイトスピーチそんなものもアメリカですらやっぱりそういうものがあったりするブラック・ライブズ・マーターとはまた別に、ね、そのアジア系に対する、ね、そういう差別や偏見もあったりする。 そんな中で、有、え、色、ー、人種でありかつアジア系であるというところで本当につらい思いをきっとされてきたんだろうなと大坂なおみさんが、まあ、テニスで、ね、ちょっと記者会見遠慮したいとああいうようなことも含めて精神的に相当、まあ、厳しい状況に追い込まれる単に試合の勝ち負けだけではなくて、ねね、その彼女のように、まあ、ルーツがこう複数あったりするそういう人に対して 多分相当厳しい厳しいというのは要するに差別的なねそういう言葉を浴びせかけられたりしてその面でも辛い思いをきっとしたんだろうなとそんなふうにも思いますですから、人はその置かれた環境において常にマイノリティになったりすることは誰でもあるわけですよねですからそういう意味では本当にこの問題在日コリアンこの問題もそうですけれどひほどではない。 いつ自分に降りかかるかわからない、そういう問題だという意味ではまさに一言他人事ではないぞ、そして交代可能性、いつでも自分にも降りかかる可能性のある、自分もその当事者になる可能性のある問題なんだ、そこの共感力や想像力、それをしっかりと守っておくということはとても大切なことなんだろうなと思います。そそういうい意意味味ででこんな映画その意味では その共感力、想像力というところで刑事の例えば被疑者は被告人になった時のこともこう想像してみるとこんな「真昼の暗黒」という、まあ、少し古い映画なのですけれども「夜会事件」という、まあ、有名な事件を素材にしたものです人権保障の最後の砦として最高裁があるわけです、えー、おっさん、まだ最高裁があるんだ いうこの最高裁を希望の星と見ることができるのかどうなのか本当に人権保障の最後の砦になるのかどうなのかこれも実,在の実際の事件それを素材にしたものです。ですから、こんな自分はもう刑事事件の被疑者被告になるわけがないと思ってでもいつ何時 冤罪なども含めてまた実際に何か犯罪に巻き込まれてしまうということもパリよってあるかもしれませんですから、そういったところも含めてこの人権の問題というのはまた憲法の問題というのは本当に一言事ではないという、まあ、いつもお話をしていることなんですがその想像力、共感力、えー、これが本当に重要なことなんだろうなとそんなふうにも思います。まあ、いくつか映画紹介ししてみましたけどね うんなかなかね、映画なんか見ている、えーね、暇ないよ時間ないよと、えー、いう方も大勢かなと思いますが、まあ、時には、ね、時々ちょっと気分転換というかな気持ちを切り替えるそんな意味でも、えー、少し、えー、こんなものも参考にしていただけたらないやでも、これね今紹介してもらった映画なんかかえってねいろんなことを考えさせられちゃって全然気分転換にならないんですけどという、まあ、そんな声も聞こえてきそうなんですが、えーまあ、それでも、ね、何かちょっと考えて見ていただいたり。 ちょっと自分のポジションを変えてみて、えー、別の立場に立ってこう考えてみるというそんなきっかけにはなるのかなと思いますまた次回別の映画というかな今度は洋画の方をいろいろとまた紹介をしてみたいなというふうには思いますさてそれではですね試験関係のところなんですが小試験予備試験の担当それから小試験の担当発表が3日にありました 小、えー、試験、予備試験の担当、合格された方、本当におめでとうございます、次の論文に向かって、ね、必死でちょっと頑張ってほしいなと思います、えー、合格ラインが162点ということで、まあ、昨年よりも少し上がりましたただあ、またその科目ごと等の分析は、えー、行いますけれども、憲法とか行政法とか、ちょっと広報系が、えー、今年は難しかった感じですね。まあ、去年に比べて、えー、民事系刑事系刑の方は 特に民法だとか刑法だとかは少し点数が上がった感じでありますが広報系がちょっと厳しかった感じですで。この予備試験の担当発表を受けてこれからの,この担当の問題の分析とそれから学習の方向性それについて5日、ですね明日土曜日の16時から。 秋島先生と一緒に、まあ、去年もやりましたけれども今年も少しだけ分析をして、まあ、科目が多いものですからねそんな丁寧にはできないんですがあ簡単な分析をしてそれで来年に向けての勉強の方針それを立てていただくための YouTube ライブイベントを行いますなのでぜひ、ね、また参加していただければなと6月5日の16時からということになります それか司法試験の方もこれも担当発表がありました今年は99点以上ですね総合点で99点以上。 えー、去年が93だったかなそうですねそしてその前は108点でした、まあ、このように、えー、その合格ライン水準のところは年によって結構上がったり下がったりするんですね、まあ、だからこそ、えーまあ、いつも言っていることですが自,分に自分で、ね、こう自己採点してみてああもうダメだったななんて勝手にがっくりくるしようなんかないよということはよくお話をしているんですが、まあ、今年は99点以上ということです。 司法試験の場合には担当と論文同時に行われますがやはり担当も結構これ気抜けなないいとところかなと思います、えーまあ、今年担当でちょっとねそれ自体で残念だったそして、まあ、来年に向けてという方も中にいらっしゃるかなと思いますこの県民・営の3科目の担当で一定の基準点に達することができなかったという時にはやっぱりね 何かその基礎基本のところ基礎固めのところがあやふやなところがあるんだろうと思います、えー、この担当の点数を上げるということは論文にとっても極めて重要なところなものですから是非ねしっかりもう一度自分の弱点向き合って基礎固めしていただきたいと思っています。 公務員試験なんですが、えー最,近えー、最近というかなもう本当に公務員試験勉強の開始時点が今、どんどん下がっています昔は、ね、大学3年生ぐらいになったらま公務員勉強始めようかなあの感じだったんですがもう今は3年生からじゃあちょっとな、できれば少しずつでも早く始めようという方が増えています特に1年からま公務員目指してという方が伊藤塾でも随分増えてきていると思います。 その理由を聞いてみますとこんな答えが返ってきました大学受験の時に早くからスタートしたので結果が出せただから将来の準備も大学1年から早くからスタートしたいこれ正しいですよね、もう自分の方向性が決まっているならばスタートは早い方がいいに決まっていますそれからまだ高校は付属校だった。 なので大学受験の入試がないなものですから、えー、その分だけ大学受験を経験していないものだからある意味では一般教養的な部分も含めて、ね、そこをきちっと早め早めにその差を埋めてかないと大学受験を経験した人たちと経験していない自分その差を自覚しているがゆえに大学1年生から早く、ね、スタートして差を埋めていかないとというそんな方のコメントだとかあとはもう、えー、合格を本当に確実にしたい。 で早め早めに法律の勉強も含めて始め,た始めてで公務員特有のさまざまな勉強幅広くいろんなことをしたりまた討論の訓練をしたりそれをしっかりとね2年3年できるようなその余裕を持つ。 で確実に合格するそのためにもう1年からしっかりスタートしたいんだとそんな方も増えているとてもいいこだと思いますね、まあ、早くから始めれば省庁研究だとか役所の、ね、それぞれの分析や研究やまた志望動機をこう変えていくための準備いろいろな自治体研究もできましてまた同時に民間の就職との両立これもよりしやすくなりますから早く始めることはもうメリットしかないだろうなと思います。まあ、いずれにせよ 目標に向かって、ね、早く動き出すのはとてもいいことだと思います、正直ともさまざまなセミナーですとか、説明会、相談会、また体験会もやります、来週、大学1年生の皆さんのためのセミナーや体験会も実施しますので、ぜひ参加していただければなというふうふに思います。それから司法書士 農地研生の皆さんへまた少々し考えている皆さんへということですが何度か紹介をさせていただきましたが新たにうつき講師によるステディーコースというものこれを開始しますスタディーじゃなくてステディーですね要するに着実なというねあのステディーですけれどもで継続してえまあ進められる1回の講義は45分。 で基礎応用の2段階カリキュラムでテーマ別の講義だということですからその細かな45分の講義でテーマ別でいきますから一つ一つをまさに着実に前に進めていくことができるまた自分の弱点のところだけ何回も聞いてみたりということで、えー、勉強のペースをー、ね、それぞれの皆さん、まあ、特に社会人の方だとかご家庭ある皆さんだとか、まあ、いろいろ、ね、時間大変だよという方も大勢いらっしゃるだと思います。そそんな皆さんにこま、ね、まとまって た時間確保しにくいなという皆さんにこそ45分で一単元終わりなものですからこれはかなり勉強しやすいものになるだろうなと思いますのでぜひ、えー、ちょっと、ね、検討していただければなと思います、まあ、いろんな工夫のあるうつき講師の、えー、講義なものですから、えー、ホームページの方にも、ね、案内あります、えー、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています それから行政書士の受験生の皆さんたちへなんですが、まあ、先ほど、ね、予備試験の担当発表ありましたと話をしました少の、ね、担当発表ありましたと話をし,ました話をけれども小試験、予備試験を受けてこられた皆さんたち、えー、本命が予備試験、小試験なんだという場合であってもこの行政書士の勉強をして例えば行政法を得意科目にしておく。 なんんててていいいうのののは結構一つの方法としししいいかもしれませんそしてこの行政書士の資格を取っておくということで、まあ、毎年お話をしていますが行政書士試験を受けてそして行政法などを中心にしながら、うん、自分の中で行政法を得意科目にしておく、うん、これもありそして行政書士試験に合格してその勝ち癖をつけておくというのもありかなと思います。まあ、今年の 予備試験の問題、行政法の問題などでも、えー、例えば13問、これは規範の最初の問題ですよね、あとは24問はな、なんだけこれ行政副審査法だったと思います、そうですねそんな問題など結構、えー、司法試験、予備試験の受験者の皆さんたちの中では正当率が低めなんですが行政少子試験においてはその勉強をしておけばある意味では本当に基礎的な部分の話になりますので、うん、この行政処置の勉強が 役に立つとということもありますまた行政書士では、えーまあそのね、一般教養、えー、試験予備試験の一般教養に役に立つ一般知識科目というものがありますからそれもちょっと、ね、一般教養、まあ、予備試験の一般教養なんかやってなくていいよ全く無視していいからねとは言ってはいるんですがどうしても何か不安だという方はこの行政書士の一般知識ですねそれも役に立つかなと思います。 とということで実は行政書士に向けての学習が予備試験の担当などにも十分に役に立つということなものですからそこで何かこう垣根を設けるんじゃなくって自分は予備試験勉強してるんだけども行政書士の勉強をちょっと付け足してしっかりやってみようとかそれは十分ありの一つの方法かなというふうふには思います。ななのののので行政書士試験験受をううううまく活用するとといいも一つの方法かなというふうには 思いますので、まあ、この行政書士講座は特に法律学習、まあ、予備試験司法試験の学習を生かして行政書士試験、えー、挑戦してみようというそんなページホームページもあるかなと思いますなので伊藤塾のホームページで見ていただいてね法律奇襲者のための行政書士講座というのがありますので、うん、ちょっと興味関心ある方はそんなホームページでそれを見て参考にしていただければなというふうに思います さて、まあ、今日は少し映画を、ね、紹介しましたもし機会があればなんですけれどもご覧になっていただいたらあまた違った気持ちの持ち方でいろいろと勉強もできるかなという,ふうに思います、えー、まだまだちょっと梅雨に入ったりしてコロナも大変ですしうん健康管理にはぜひしっかり留意しながら毎日やるべきこと淡々ともう本当に淡々とですからね。 え少々市の受験生、皆さんたちも本当に直前期ですからいろいろ不安もあろうかなと思いますがうん慌てず焦らずそして最後まで諦めないそんな思いで一歩一歩前に進んでいっていただければなと思いますえそして、担当の発表を受けて次に向かって頑張ると。 えいうまあ論文に向かって頑張る方も必死でどれかけ頑張ってください、担当残念だったという方次に向かって、来年に向かってという方もここで気落ちせずにとにかく続けるってことが大切ですし必ず原因がありますからそのしっかり原因、敗因と向き合ってそしてそれを一つ一つ潰していくうんそれしかないですしまた、そうやって一歩一歩続けていくそれが大切かなというふうふに思いますので。 えー、諦めずにぜひ次に向かって頑張っていきましょうそれではまた一週間、うん、元気に頑張りましょう今日はここまでにします